ゲームスパークのラジオ声優。はい、どうも。全世界のハードコアゲーマーの皆さん、こんにちは。これはラジオ全員です。ラジオ全員は早耳なゲーマーの皆さんのために、ゲームニュースやその他のためにならないことを全員に基づいて大体月2回お届けするラジオです。掃除機かけてんだ外。お相手は文章を書く彦と、キーボードうつみとタンクトップです。やったー。ということでね、8回目って書いてあるけど本当かどうか分かんない、8回目なんだと。まあ気持ち的には第2回目ですね。だから復活してね。前回復活してサイバーパンクもね、無事に発売されまして、すごいですね。無事にね、無事にもう何の問題もなく。まだまだ全然やってます僕は、サイバーパンク。あ、もうでも基本的には、うん、はやったっていうか、だから言っていいのかな。まあちょっと、じゃ注意、サイバーパンク終わってない人で、なんか何も聞きたくない人は、Spotify をアンインストールしてほしいんですけど、パソコンから。今すぐね、Spotify をアンインストールして、Apple Music の方にね、乗り換えてほしいけど。Apple Music でも聞けますよ。Apple Music でも聞けちゃうんだ。ダメじゃ、ダメじゃん。誰も聞いてないだけで。じゃあ、Amazon プレミアムミュージックにしてもらって、あ、そっちでも聞けます。全部ダメだ、どうしようどうしよう。グルーブってことしかない、はい、聞くな。AWA でね、聞いてもらって音楽を。それでまあサイバーパンクってクリアした後エンディングの直前まで戻れるんですよ、うん、だから周回とちょっと違うんですよね、うん、エンディングミッションの直前まで戻れて、でエンディングが、全5種類、細分化すると7種類かな、うん、あるんです。でうち6種類見ました、細分化したうち、うんうん、あと1種類は、シークレットエンディングというものがあって、ね、ちょっと、見づらいんですね、条件が。でそれはちょっと週末やろうと思ったら暇がなくてできなかったんで、まあ今度やります。なるほど。なんでもうあとだから、黄色いミッションは全部やったのと、青いのも全部やったんで、まあ、ほぼ全部やりました、サイバーパンクっていうものを、うん、で実績解除だけやってます今。ああ、トロコン目指して、トロコン目指して頑張ってま す, いいです、ね、あれ進めるようになったんですか。いや、なんか進めないって言ってます。1個進めないやつは、まあ、次の集会でやろうかなと思って。ああ、なるほど。一応ね、サポートに進行不能だよって出したんですけど。まあそれだけですね。トロコンのするにはどうせその、スキルっていうか、なんていうのかな、なんて説明すればいいんだろう、技能値みたいなものを、ちゃんと振らないとできないトロフィーがあって、はいはい、1周だとできないんですよ、トロコンって、うん、なんでどの道絶対2周はやんなきゃいけなくて、2周って、最初からまた始めなきゃいけなくて、どの道、まあじゃあその周回でやろうかなと思ってます。っていう感じですこっちは。みんなサイバーパンクやってるんですかね、なんか世界の人は。世界の人やってるんじゃないですかね。だから800万本売れたとか言ってますよね。ただ戻ってくるのが、うん、そう。いや、こんなことになるとはな。いや本当ね、大変ですよね。特にやっぱスパチュンとかめっちゃ大変そうですよね多分。あー、そうですね。ちょっとラジオじゃ言えない話を。なるほど、なるほど。はい。限定版買ったじゃないですか。はい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 。文章書く飛行。いや、大変ですよね。これ検品したいっていう人が言い出したらどうするんだろう。その限定版買って戻したい人ってなかなかですよね。うん、まあ、ね、限定版買っといて、僕、PC 版でやってるんで、関係ないんですけど、ね、PS4 版のバグ。なんかでも、いや、実は、レビューというのを仕込んでたんですよ。はいはい。で、今回、もうみんなあまりにもやりたいっていうから、うん、いいじゃないかと。何本も出しちゃうよ、うん、レビューみたいな。うんうん。話をして、でもこうなる前から話してて、で、うん、最初に書いてくれた人が、
PS5 で PS4 版をプレイしてる人、うん、はい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 。でもまあ今だから PS5 バージョンってないから実質 PS4 版と同じぐらいバグってるってことですよね。そうそうそう、うん、ただそっちは結構できると。あ、そうなんだ。なんなら僕全然平気ですと。へえ。めっちゃ楽しいし、まあなんか確かにバグってるけど、まあその全然許容範囲内ですよみたいなノリで、うん、まあ最初来て、あんまいいんじゃないですかって出しましょうって言ってたら、うん、もうこの数日でちょっと、うん、世の中の動きが変わっちゃったんで、うん、今ほかほかに温めてるんですけどこのラジオが聞ける頃には出てると思います、うん、出せるといいなっていう。また同じタイミングになるのか。あ、そうですね。いやでも明日ぐらいに出そうと。なるほど。明日って、まあ、今日曜の夜なんで月曜っていうことですね。収録がね日曜なんで、はい。そう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 。サイバンク本当にね大変なことになっちゃった。うん、いや本当になんか DLC とかいつ出るんだろうってちょっと不安ですね。そうですね。マジ。そうなん。尽きちゃったんでコンテンツが早く足してくれないと困る。食い足りない問題。食い足りない問題です。いや本当その。ボリュームだけで言うと、まあ、周回前提っていうのがあるから単純には比べられないけど、まあ、ボリュームだけで言うとね、朝栗の方が多かったなっていう感じですね、うん、結論から言うとね、うん、でもまあ1週あたりのプレイ時間ってどれぐらいでした？最初その一番簡単なエンディングっていうのを見るのはね、うん、まあ荒坂エンドと俺は呼んでるんですけど、うん、そのほんと何エンドっていうんだっけ、悪魔エンドだっけな、本当はその悪魔エンディングっていうのは見るのに20時間ぐらいしかかかんないですね。22時間かな、うん、うん、俺がやった時22時間ぐらいで見れて、そんでエンディングの分岐条件っていうのがサブクエをやるかどうかなんですよ全部、なんで他のエンディング見ようとすると結構倍々に伸びていくと時間が、うん、で全エンディング見終わった時点で多分50時間ぐらいだったんじゃないかなって感じですね。なるほどね、うん、で朝栗は普通にクリアするのに60時間ぐらいかかってました ね、うん、俺もだいたい60で、うん、サイバーパンク30時間ぐらいだったかな。うん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 、朝栗まだ全然そうサブクエとかも残ってるんでめっちゃ、うん、まあでもだから朝栗とサイバーパンク単純に比べられないのは、うん、まあ、サイバーパンクにもあるけど朝栗も結構そのコピーペーストのコピーペーストのっていうか、まあ単純な探索とか、うん、単純な襲撃とかストーリー性のない、ミッションっていうのが結構あるんで、うん、単純にボリュームは比較できないんですけどね。あとまあだからマップの密度がねやっぱ全然違うから、朝栗のイングランドはもうほとんど自然で建物がない場所がほとんどだけど、サイバーパンクのすごいところはねほとんどの場所に建物が建ってるっていう、そう、ね、うん、で広告とかが全部あって上に行けてっていうのがやっぱすごいんで、まあちょっと単純に比較はできないですけどね、うんうん、テキスト量も全然違いますし、ね、うん、そう、サイバーパンクのそのチップの文章量半端じゃないんで本当に翻訳チームはすごかったと思いますね。すごいですね、テレビの字幕とか、うん、うんうん、翻訳されてるじゃないですか。テレビすごいっすよね、ひょっとしたあれはラジオもちゃんと訳されて、そうそうそう、ラジオも全部訳されてて、まあすごい文章量ですよ、うん、ね、っていうことです。だからサイバーパンクはね、まあ、基本的にはまあ頑張ってほしいっていう気持ちはね変わんないです、うん、いやそう、なんかこうなるとめっちゃ別に金もらってるわけじゃないですけど、いや金もらってたんですけど、うんうん、めっちゃ応援したいというか、なんかこう、いやもうあのヤフーのトップにも行ったじゃないですか、うん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 、バグまみれの PS4 のゲームがなんかトレンドになったりとか、うん、そう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 、なんかやめてやれよっていうっていうかね、そのいいのかなこのとこって、まあなんか PSN の対応もおかしくて、うん、なんかその取り下げる、なんか顧客の満足度を優先してみたいな、はいはいはい、じゃあなんであれ取り下げなかったのっていうか山ほど思いつくんですよね。サイバーパンクがやっぱ ね目立ってるからやっぱ言われるだけで、うんうん、ケンタッキールートゼロとかいまだに翻訳が載ってないですよ、だって読めない日本語のゲームが日本語版として出てんだからストアにあって、うん、それ顧客満足度高いんかって話でしょ、うん、切れてるわ俺いやどこだ、いや何にせでも年末にとんでもないものがぶち込まれてしまった感じは、まあと本当は、まあ、ありとあらゆる意味で伝説になりましたね、うん、うん、
いや俺はもうむしろなんかそのちょっとクランチ絡みの問題の方がちょっと心痛めてるというか、サイバーパンクのそのなんか企業内質問みたいので、企業内質問会みたいので、搾取的な企業を描く作品を作ってるのに残業しいってるってどういう気持ちですかみたいな質問が出て役員会が黙るみたいな話があったらしく、ニューヨークタイムズにも記事になってましたね、うん、いやそうなんかそれそう考えると確かに欺瞞的と言えるなとちょっと思ったりもしますね、うん、まあ、それ全部がなんかひっくるめてサイバーパンク的な出来事だったなっていう感じがしますね、うんうん、まあ、そんな風に総括せちゃいけないんだけど真面目な話だこれすげえ。ということでね、まあ、サイバーパンクのことはまあどんどんなんか、まあ、良くなっていくでしょうこれからね、その労働環境に関してもそうですけど、なんか労働環境も良くなるし、まあ、ゲーム内容も良くなるんじゃないかな、良くならないことはないんじゃないかなって感じですね。そうですね、今後どうなるか、うん、まあ良くなる、今後良くなるっていうことです。そしてザ・ゲームアワードが、うん、発表されました。ザ・ラストオブアス2、うんうん、そうなめ、そうなめ、本当にそうなめでしたね。ね、本当にそうなめだったんですよ。ザ・ラストオブアス2がそのなんかベストゲームディレクションも取ってゲームオブザイヤーも取ってみたいな。確か見るか、うん、なんかそんな感じでしたよね。一緒に見てたのにあんま覚えてないっていう、うん、何が印象に残ってるのかっていうと、俺やっぱサイバーパンクの車がフォルツァに出るっていう、あ一番だ、この世で一番面白いものが掛け合わさったっ、うん、そうそうそう喜んでた面白いものと面白いものが掛け合わさったから面白面白になっちゃったなと思ってあとサイバーパンクとねデスストのコラボもその後発表されて、うん、そう、うん、本当ならね、多分こう、もろ手を挙げて、なんか喜んでたところが、こう、なんとも言えない、なんとも言えない、うん、感じになっちゃったのが、時期的にね。ね、デスストバイク追加されるって結構偉いことなんだけどな。1個ぐらいしかないんだもん、バイクだって。うん、リバーストライクと、バッテリー版みたいなのしかないもんね。いやー、もう、なんだっけな、あと。TGA 2020のなんだ、うん、結果みたいなやつを見たんだけど、あ、ベストゲームディレクション、うん、ラスアス2、うん、ナラティブラスアス2、アートディレクションがツシマですね、うん、あ、そうなんだ一緒に見てたなんかいやアートなんかさらっと発表しやがるショーあるじゃないですか、なんか結構さらっとが多かったですね。 まとめて全部なんか重みを持って発表してほしいな、じゃないと覚えてらんないから。あとはベストパフォーマンスもアービー、アビーか、オーディオデザインもラスアス、アビーはまあでも完全にね、そのなんかツイッター炎上したりとかしてましたからね、うん、アビーの人ね、かわいそうだったな。そうですね、うん、オーディオデザインベストスコア&ミュージックは FF7、うん、いやめっちゃ良かったかな FF7 曲。あとなんだろう、うん、あ、文章書く飛行、一押し、テルミホワイは。テルミホワイ。ゲームズフォーインパクト。うん。まあなんか頑張ったインディーゲームみたいな賞ですね、ゲームズフォーインパクトって。ゲームズフォーインパクトにケンタッキールートゼロ、TV エディション。ああ、入ってました、ね。あ、訳されてないやつ、ちゃんと。うん、顧客満足度下げてるやつ。顧客満足度下げてる。でもストーンにはまだあるやつね。うん。あんなのは一向に返事を返さないことで。あのね、連絡したのに、うん、俺も個人的に3回ぐらいメールしてるんですけどね帰ってこないっていう。まあそういうケンタッキールートゼロ、うん、ドミネートっていうことで、そうですね。あとは漫画っすか、うん、すごかったのね、うん、ベストモバイル、うんうん、ベストインディーとかなんだっけ、どこ行っちゃった、うん、ベストマルチプレイヤーだ。なるほどな。って感じかな。ああ、ベスト、なるほどな。まあでもなんかそのラスアスがすげえ取ったっていうのは、まあなんかその、あれですよね、アティテュードですよね、TGA のね。
アティテュードの表明っていう意味ですよね、結構。なんか赤狼が取ったのもそうだと思うんですけど、ああ、なるほど。赤狼にあげちゃうよっていうのと、今年はラスアスだよっていう、なんかその、両方を見せてる感じっていうのか、赤狼ってだってイージーモードもないわけじゃないですか。そうですね。で、それに対してやっぱすげえアクセシビリティがあるラスアスっていう、だからハードコアゲーマーがすげえ喜ぶやつっていうのと、もうとにかく意識高くいろんな人にやっていただこうとするラスアスっていう、なんか両方評価するよっていう、なんかアティティードですよね、だから TGA というものの。そうですね、うん、いやでもここまで言ったのは、そう、メッセージは強いなって感じ。強いメッセージですね。そうそう、なんかまあその事前配信とかね、何度も言ってるけど、そのあのアクセシビリティの賞とかってラスアス2に上げるために新設してるようなもんなんで、うん、とだからやっぱすごい、あのなんかいい催しだなと思いました、 TGA ってすごく、うん、うん、なんかゲーム自体のなんか格も上がるし、ああいうのがあることによって、でも格が上がるってだけなんかスノッブじゃないというか、なんかちょっとアティテュードのある、なんか一本芯の通った、あのいいイベントだなってことすごい思いましたね。そう、あ、でも僕これあのなんか改めて文章を書く人の、うん、ラスアス2のレビューを読み直したんですよ。はいはい、うん、やっぱ素晴らしいレビューですよね、うん、まあ手前味噌ですけど、アクセシビリティに、ね、触れてる人があんまりいないんですよね、他に。ないですね、そうですね、うん、動物の森っていうのが、うんうん、実はアクセシビリティオプションないっていうことに気づいたんですよ、ね。まあ、もともと文字が大きかったり、色が分からなくってゲームプレイに何か大きな影響があるタイプではないとも言えるんだけど、うん、ラスアスがすごいオプション量だったにもかかわらず、動物の森新しいのは別に何にもないんだなっていうのは、ちょっとそこだけ比べちゃうと、うーんって気持ちにはなります、ね。あ、なんかね、これは、まあ、別のところでも話したんですけど、うん、ラストオブラス2はね、そのゲームのコンセプト自体がアクセシビリティオプションと相性がいいっていうのがまずあって、すげえ真面目な話をするんですけど、一本道のゲームなので、うん、どっちに行けっていう指示がしやすいんですよ。あ、なるほど、ね。の森って無理じゃないですか、それ、うん。こっちに行った方がいいよっていうのって。うん、あと、なんていうのかな、だから置いてあるものとか出てくる敵とかっていうのが完全にコントロール下にあるんですよ、ラストオブラス2って。うんうん、つまりだから敵に対しての照準オプションとかが、まあ、取りやすいっていうのと、干渉とかについて考えることがシンプルになってくんですけど、動物の森とかさ、なんだろう、サイバーパンクとかってランダムにスポーンする敵とかがいたりとか、なんだろうな、オブジェクトとの干渉みたいなものが、読みづらいんですよね、うん。サイバーパンクもすげえアクセシビリティオプションが少ないことについて結構批判されてましたけど、うん、うん、なるほどね。でも、それはそのラスアスがやっぱすごいんだと思います。あの一つの方向に全部が向かってるというか、アクセシビリティっていうのが余分なものじゃなくてゲームの要素として噛み合ってる感じがしますね。なんでもうデザイン、ゲームデザインの段階からアクセシビリティを織り込んでないと、ああいうゲームって作れないんじゃないかなってちょっと思います。なるほど、うん、これ IGN みたいな話しない、大丈夫これは真面目な話聞いちゃった、うん、IGN はするのかな、こういう話。わかんないけど、いや、こういう話でしょ、IGN がしてるのは。そうかな。なんか、言わない方がいいことばっかり思いつくな、今。わかんないけど、まあでも、うん、いや、すげえ真面目な分析しちゃったけど、だから、ラスオス2っていうのが、今回、その、アクセシビリティの賞も取って、その、ゲームオブザイヤーを取ったっていうのは、本当にその、アクセシビリティも込みでのゲームデザインっていう試み自体を評価したっていうことだと思うんだよね、ゲームアワードは、うんうん。で、それはまあ先進的だし、まあ、ゲーム賞ってなんか本来そういうゲームにあげるものだと思うから、まあいろんないですよっていう感じ。うん、個人的な好みだとね、もっと好きなゲーム山ほどあったけど、今年。うん。それこそね、やっぱハデス取れってずっと思ってたし。うん、ハデスね、でもすごいですよね、最後まで残ったし、うん、ハデスマジめちゃくちゃ面白いですかねっていう感じです。リング終わろうか、そろそろ暗く